ということで第一ゴルフ TV 競技ゴルフ部一期生というか一人目花くんです。よろしくお願いします。2月上旬に競技ゴルフが入っているということで、去年のリベンジですね。1年前の予選通過を目指してやっておりますが、今回は冬の間やってほしい練習法一つ花くんにもやってもらいたいと思います。前回の動画ではコントロールショット、スイングの精度をさらに上げるための、スコアを上げるための練習法を一つご紹介しましたが、今回はまあより同じですね、テーマとしてはね、体のこう体幹とか、まあ、腕に頼りすぎないスイングを手に入れようということで、まあ、7番アイアンで、はい、まあ、150ヤードくらい一回ちょっと打ってみてほしいんですけど、150、160、まあ、フルショットに近い感じでいいんですけど ね、まあ、今回の練習方法はアプローチとかから始めるのがまあ実際理想的かもしれないですね。うん、いいショットですよ、これは素晴らしい。さあこれをですね、今回花くんこちらをつけていただいて、ムータマリンのミトン、これをつけるんですか、これで打ってみようっていう、不安しかないパン屋さんになりましたね、はい、これでショットしてみようの回です。今日は、まあ、いきなりフルショットじゃなくていいですよ、こうハーフスイングというか、はい、なんとなくまずスイングしてみて当たるかなみたいな。寒いからとかじゃないですか。寒いからね、これあったかいよねこれねめちゃくちゃ暖かいんだよ、レッスン中ずっとつけてるの、この外での。手の感覚がない。手の感覚がない。まあ、まさに今言った言葉の通り、それが狙いですよね。あ、そうなんですね。握りしめちゃう人、花くんも結構グリッププレッシャー強くなるタイプだから。そうですね。こういうあの全然ミトンじゃなくていいんですよ。軍手とか、めちゃくちゃ分厚い冬用の。はい、手袋とかもうユニクロでもタオル巻くでもいいです。あとはグリップ自体に、あ、グリップ、うん、でこの手の感覚を少し薄くして打つことで手に伝わっていくその力の流れというかね、最終的にクラブをうまく振れる、はい、体の動きにつながってくるんで。いや持ってる感じないですもんね、うん、そう、こういう感覚で体を動かしていく、体の動きに集中していくという、これね、アプローチで花くんちょっとやってみてください。50ヤード狙うショットみたいな感じ、それでね、やっぱり形作りしていくと体の動きも良くなってくる。50ヤード、はい、まだね、このミトンはね、結構それでもね、握れる方だと思う、薄いから。これですか。そう、意外と打てるって感じになると思うんですけど、そう、まずとにかく強く握っちゃう人はおすすめですし、やっぱり手打ちにが治らないみたいな人は、うん、この引っかかる場所もね、こう分かってくるというか、こんくらいでいいんだみたいな感じにも分かってくるし、特に僕切り返して握り込む癖があるんで、うん、そう、それがそれを、ね、できないんで、そうさせないというか、できないというか、はい、手の感覚がない分他の部位に集中できるっていうのも一つのメリットですね、はい、この練習のまあ目的。確かに腕の感覚ないから他のところに意識を向けやすい。こっちの方がいい気がする。そう、そうなんですよ。なんかいい音がします。そうなんです。いい球出るよね、。クラブ本来の重さを使って打つみたいな遠心力を感じやすくなったりとか、やっぱりグリッププレッシャー大事だなっていうことに気づけるんで。うん、感覚はないですけどいい球が出ます。そう、手の感覚は薄まって。これはちょっとあーちゃんも試してみて、ぜひ感想を聞かせてほしいです。このなんか面白いです、これちょっとアプローチショット、フルショットの練習でも当然いい。あんまり弱い質の素材のものを使うとね、こうちょっと痛んで。50ヤードのグリーン狙ってみましょうか、うん、競技ゴルフ部2人目のあーちゃんです。これがね、不安に感じるっていうのはそれだけ普段ちょっとこう手元の感覚をまあ出しすぎてるというか、まあそれがね悪いかいいかっていうのはもちろん結果は大事なんですけど、そこに頼りすぎてるとちょっとエラーも出やすくなるよっていう感じなんで、だんだん慣れてきたらね、その手で頼るよりもその体で運ぶとか手を使わないで打てるっていう感覚になってくるんで、人間の手っていうのは非常にこう無意識に動く器用なものなんで、そこを抑え込むと。うん、ありがとうございます。
でこれはでもやっぱりトルクがかけられないんですよね。グリップ正しく持つっていうのはすごい大事なことで、それは余計なほらクラブが回転しないようにやっぱりグリップ引っ掛けて切り返しで、まあクラブが暴れないように当然この回転を抑える役目があるんですけど、まあそれがちょっとできない状況を作ることによって、普段切り返しがグッて速い人とか切り返しでトルクがかかりすぎて、それが原因でこうアウトから入ってるとかインから入ってるっていう、そういう癖をねやっぱりニュートラルなスイングに戻していくっていう。だからこれでも別に普通にアプローチくらいだったら全然問題なく打てますよみたいな、まあ、左手でこうクラブ持ち上げて右手は下からこうやって支えられればいいので、グリップのちゃんと原型さえしっかり理解して持ててれば、花君言ったようにあのこっちの方がなんか悪さしないってなってくる、はい、うん、僕なんかは逆にこっちの方が打ちやすいくらいな、いい球出てくるくらいのこう感じあるんで、それだけまあアプローチに関しては結構その握り方とかプレッシャーっていうのが大きくこうクラブの動きに直結するし、ドライバーとかの練習やると腕に力が入っちゃう人とかね、グリッププレッシャー強くなる人はドライバーとかの練習でもいいので、まあこんなあのミトンじゃなくても全然普通の毛糸のグローブとかでもいいんですけど、まあ軍手とか、まあここにタオルぐるぐる巻きにするとかみたいな感じでぜひやってみてくださいというドライバー良さそうですね、回でございました。あの冬の間ちょっと花くんもあーちゃんも外で練習するときはあのウォーミングアップの時にちょっと厚手のグローブとか手袋を持ってきて、ゴルフ用じゃなくていいから、それでアプローチ練習パーンってやって温まってきたらこう外してみて、あで、あやっぱりしっくりくるなみたいな、冬の間の練習としてやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。